and salt, their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine. But the iron won't subside. No matter, no matter what I try.火の神様もびっくりだ。あんなの乗り回すやつは初めて見たよ。照度の光行きか。ああ、いつもはそうだが今日はダメだ。今はまだな。どうしてだ。そりゃあ、恐れの谷が機械だらけになってるからだ。機械くらい平気だ。ああだろうな。でも動かすなって言われてんだ。チェーンスクレープの笛が安全を知らせるまで。いいか、私はここでただじっと待つつもりはない。動かすつもりがないなら自分でやるさ。ちょっと待ってくれ。誰が上に戻す。あったくしょうがねえ。ただし誰かに聞かれても無理やりやらせたって言えよ。煙は見えるがその割に静かだな。大方機械がなんかぶっ壊しでもしたんだろうさ。この騒ぎのせいで誰も仕事どころじゃないからな。だから静かなんだよ。どんな機械が問題を起こしてるんだ。危険な奴が山ほどさ。ブリッスルバックって呼ばれてる。恐れの谷じゃ見かけない奴らなんだがな。ほんとどこからともなく現れたんだよ。カリウドはいないのか。いるにはいるけどウルバンドには逆らえないのさ。チェーンスクレープの責任者。まあでも自称だけどな。
詐欺を中断は奴の命令だ。首を突っ込む気は毛頭ないよ。階段に遅れるし。先に言えよ。その階段しばらく延期だろうな。それはどういう意味だ。聞こえたろ、そういうこった。あれは誰だ。カージャの祭司様さ。昨日下ろしてやってな。その1時間後に機械が暴れ出したんだ。そりゃどえらいお方だそうだぜ。本人曰くな、照度の光での階段をあの男が取り仕切るんだとさ。冗談だろ。今すぐ従わねば。無礼な振る舞いについて天将様に報告しますよ。おかげさまで死の危険と寒さに身を震わせ、テントで一夜を過ごす羽目に。ああ、私は乗せないのに、こちらの、なんと、この野良の野蛮人は乗せるのですか。そこをおどきなさい。フアディ様、アーロイ様です。博学のフアディスか。アーロイですよ、ほら、救世主の。まことか。これは非礼をお許しください。照度の光の階段に行きたい。お前も行くんだろう。ええ、ですが谷がこの状態では。創始者アラマンは宣言した。三王国に仕える祭司は最も貴重で守られるべき存在であると。経典に照度の光へはヴァンガードの隊長が安全を確保してから赴こうかと。そうか、隊長は知り合いだ。エレンドはどこに。手を動かしてるやつと話したい。経典はもう聞き飽きた。フラディス様が博学が抜けている。エレンドたちは博学のフアディス様に頼まれ、夜明け頃討伐に。そして夜明けに。おい、谷にいるのか。ええ、機械の痕跡がないか廃墟を調べてみると言ってました。そうか、こんな大変な時にすまないが、装備を改造したい。チェーンスクレープに鍛冶師の作業台があるはずですよ。ブリッスルバックに効く3の矢を作っておくといいでしょう。容器を撃てば素早く倒せるはずです。どうも。エレンドを連れて戻ってくる。おい、どこに行く気だ。尾根の頂で待つのですよ。残念。確か笛が吹かれるまで動かすなと言われてるよな。その通り。さっさと戻らんやな。なんたる仕打ちを。博学のフアディス様をチェーンスクレープに送り届けてくれ。お任せを。エレンドを見つけて討伐を手伝ってくる。その後は問答無用で照度の光に向かうからな。太陽の望みとあら。大丈夫、望んでるさ。エレンドを探す前にチェーンスクレープで弓を改造するのもありか。